おはようございます、こんにちは、こんばんは。フィリピンアイです。今日もフィリピンのニュースをピックアップしてお届けします。今フィリピンのプラスチック汚染に関する記事を見たんですよ。本当に？その詳細を教えてくれますか？はい、フィリピンの環境保護団体であるバントックシックスのレイナルド・サンワン事務局長はフェルディナンド・ボンボン・マルコス・ジュニア大統領に対してプラスチック汚染に対する緊急な行動を求めています。この団体はマルコス大統領がフィリピンのプラスチック汚染と気候変動に対処するという約束に基づき即座に具体的な措置を講じるよう要請しています。特に1回限りの使用が意図されたプラスチック製品の使用を禁止するよう求めています。マルコス大統領は就任の際に気候変動対策を彼の政権で優先すると宣言していました。サンワン事務局長はプラスチック製品は今や我々の自然環境に普遍的に存在しており、フィリピンの大気中にも見つかった悪影響を及ぼす微小プラスチックが含まれています。これは特に懸念すべきことであり、微小プラスチックとそれが人間の健康に与える影響の全容については限られた知識しかありませんと述べています。フィリピンの科学者による最近の研究では、マニラ首都圏の全ての17の自治体と都市で微小プラスチックが見つかりました。以前の研究でもマニラ湾に排水される5つの河川の表面水に微小プラスチックが存在することが明らかになっていました。これらの微小プラスチックは吸引と吸収を通じて人体に入り、臓器に蓄積されます。科学者たちはこれを時間の爆弾とみなし、これに対処するためには緊急かつ根本的な変革が必要だと考えています。バントック6はマルコス大統領が国民の演説を行う前に優先すべき行動を強調しています。ちなみに記事によると、優先すべき行動は持続可能なプラスチックの生産と消費を促進する必要があるとのことですね。プラスチックの生産が他のどんな材料よりも早く増加しているとも書いてあります。そして使い捨てのプラスチック製品が増えているとも指摘しています。政府もプラスチックの価値チェーンで重要な役割を果たしているとのことですね。不要なプラスチック製品を廃止することができるんだとか。その通りです。プレジデントマーコースに対して1回限りの使用が意図されたプラスチック製品の国内規制を即座に制定するよう強く訴えているんです。それだけではなく、政府がプラスチック製品の再利用を重視し、持続可能なプラスチックを経済に導入するためのイノベーションを促進することも重要なんですね。その通りです。具体的には最低限の持続可能性基準、ポリマーと有害添加物の制限、リサイクル内容の目標、不要なプラスチック、回避可能なプラスチック、問題のあるプラスチックのための共通基準、そして再利用とリフィル要件などを導入していくことで持続可能なプラスチックの導入を推進できると考えています。それは具体的で効果的な対策ですね。さらにバントック6はマルコス大統領に対して、フィリピンが先進国から廃棄物の投棄場になることを防ぐために遅れているバーゼル版アメンドメントの批准を早急に行うよう強調しています。この国際的な条約は EU、OECD、およびリヒテンシュタインの加盟国から再生利用されるかどうかに関係なく、貧しい国々への有害廃棄物の輸出を禁止しています。環境正義団体として環境保護と公衆衛生の優先性を強調しているんですね。そうです。記事によると、これらの問題に対処するのを遅らせれば遅らせるほど、私たちはこれらの悪影響により脆弱になると、サンワン事務局長は述べているそうです。その通り、プラスチック汚染や気候変動などの環境問題に対処するために大統領が迅速に行動する必要がありますね。その通りです。以上となります。
今日もニュースをピックアップしました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。また、チャンネル登録、高評価いただいた方へ大変ありがとうございます。どうか素敵な一日を迎えてくださいね。では、ごきげんよう。